さあ、ウェファチャンピオンズリーグウィークリー賞、今週の収録も無事終えました。皆さんいかがでしたか？どうでした？安心してくださいっていうことですよ、うん、皆さん安心してください。準決勝、はい、はい、まあ、安心してくださいっていう意味では勝つべきクラブが勝ってきたよねって感じで、まあまあまあ、振り返るとこういうことなのかって解説がすごく面白かったですね。あ、確かにね、バンドさんのね、気持ちのね、はい、全てを気持ちで、そう、結局ね、気持ち気持ち言ってるのがもうプレイヤーの時と一緒なのよ。だから技術先行でやったんじゃなくて気持ち先行でやった選手だから。なんで気持ち先行なのにパリ・サンジェルマンを優勝候補にやるの？そうなんだ。いやいや、パリ・サンジェルマン気持ちありますから。そうだよね、アトレチコとか選ぶのね、はい、普通だったら気持ち先行型だったらね。違います、違います。いや、じゃあどういう風な戦いになっているかというのも視聴者の方も気になっていると思いますので、うん、たっぷりと準決勝を振り返りたいと思います。UEFA チャンピオンズリーグウィークリー賞、今週もお楽しみに。